こんにちは。天皇ご一家が9月12日から那須御用邸でご静養になりました。今回のご静養には利宮愛子内親王殿下もご一緒です。那須塩原駅にご到着なさると、集まった方たちから大歓迎が。集まった方たちと仲良く談笑なさいました。愛子さまは4月に日本赤十字社にご入社されて以来、ずっと働き詰めでいらしたので、ゆっくり休んでいただきたいです。那須御用邸では秋の訪れが感じられ、天皇ご一家は自然を楽しみたいそうです。豊かな自然でご家族水入らずで楽しんでいただきたいです。日頃のお疲れを癒していただきたいです。ご家族で御用地内を散策される天皇ご一家、天皇陛下と雅子さまのお召し物の色がリンクされていて素敵。天皇陛下の襟の柄と愛子さまのワンピースの柄がリンクして素敵。少しずつこう秋の訪れが感じられるこの那須の地に3人揃って今年も来ることができたことを大変嬉しく思っています。ここです。ここ天皇陛下の頭についた虫を優しく払う愛子さま、ご一家の仲睦まじさが分かり微笑ましいです。愛子さまの気遣いが素晴らしいです。ご一家でごゆるりとお過ごしくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、お願いします。